今日も腐ってるね。今日も腐ってるね。腐ってるね。どうも、ゾンビちゃんです。本日やるのは、こちら、設計級ドリンクを作ろう。まずは、設計級ドリンクを作る材料の紹介だ。はい。気持ち悪い。設計級ドリンクの材料はこいつらだ。まずは、水 50ml、サラダ油 100ml、ゼラチン、食紅、スポイト、サイダーね。氷水。以上。じゃあ早速、設計級ドリンク作っていきます。すいません。回し忘れてました。今ですね、水にですね、ゼラチンを溶かして 10g、水250ぐらいですか、200ぐらいか、食紅に入れて混ぜました。ここにスポイトをこう入れます。そして、このサラダ油に流すと。おおおお、見えますか皆さん。イクラの粒みたいなの。おお、面白い面白い。うん、こんな感じで。これあれですね。水50に対して 5g でよかったですね。10g 必要なかったですね、きっと。あら、これイクラがちょっと筋子になっちゃうね、固まって。はい、こんなもんすかね。これをザルにあげて、この赤色のやつを洗います。この先ほど、石器球に見立てたものをザルにあげます。あ、崩れてる。で、これをちょっと洗いたい。こんな感じですかね。はい。さあ、このいくらでも何でもない筋子をここに上げていくと。ちょっと固まっちゃいましたね。あ、粒がやっぱ固まっちゃったね。ここにサイダーをついて。どうだ、なんか思ってたのと違うけど、粒が浮いてますね。はい、これで気持ち悪い赤血球ドリンクの完成でございます。ちょっとわかりますか、こう粒が浮いてる感じ。こいつが赤血球ドリンクです。赤血球が固まってただの筋子サイダーになってます。趣旨が変わりました。これぞまさしく森わざと TV。 いただきます。どういったものなのか。なんだこれ。もうちょっとね、これサイダーは甘い方がいいです。あとすいません、あの油の落とし具合が私は甘かったですね。油だいぶ残ってます。油サイダー飲んでます、私は。色合いは良かったですけどね。ちょっとゼラチンを少なくするか、水をもっと多くする。油をちゃんと切る、洗う。そしてサイダーは甘めのもの、うん、そうすればあの普通に美味しく飲めます。全て分量間違えたっぽいですね。はい。これぞまさしくゾンビクッキング森ワーザード TV。 もしよかったら、これは私じゃなくて、皆さんだったらこれ完璧にできるはずなんでね、ぜひとも。まだハロウィンにちょっと早いですけども、私はあの前倒しで、ね、前倒しで、ね、ハロウィンっぽいこと、まあ、むしろ私なんてもう毎日ハロウィンですから、はい、関係ないですよ季節なんか。一風変わったね、こういった赤血球ドリンクなんかも作れますんで、私の場合は、油すじこサイダーになりましたけど、油すじこサイダーです。油すじこサイダーってなんだよ、もう気持ち悪いな、もう。まあ私のね、動画はもう理科の実験みたいな感じで、ぜひともこういうものもありますよっていうことですので、皆さんもよかったら試してみてはいかがでしょうか。それでは皆様、また。油すじこサイダーでこの辺が気持ち悪いよ。